最初からエカピ一番可愛いと、ありがとうございます。よ、嬉しいです。昨日の話からクロクロが一番良かった。そんな、ありがとうございます。そんな、よかった。なんかちょっと反省したんですよ、終わった後。あんまりいい対応、いい対応っていうか、ショールームでやる感じのできなかったなと思って思ってたから嬉しい。待って、これこういうイメージって、このアバターすごいんだけど、何このアバター面白い。こういうイメージではない。イメージと全く違うでしょ。なんかその、アバターのイメージだから、違った。なんか可愛いアバターとか、かっこいい、なんか結構豪華なアバターの人が多いから。あ、でも可愛い、可愛らしい方が多かったですよ。オイラみたいにアバターや名前を変える人間は認知されぬ。ああ、でもアバターを変えるのはまだ大丈夫だけど、名前だったら、名前が変わったら分かんないかもしれない。でもアバターが変わるぐらいだったらちゃんと覚えてます。そう、あとなんか文章の漢字とかでもちょっと分かる、たまに。なんかモバイルメールの返信とかは、その初めのやつはその名前を書いてくださいって言ってなくて、名前書かれてるのが少なかったんだけど、あ、これは多分同一人物だろうなっていうのが、その文章の感じでわかる。ちょっとなんかやばいかな、やばくはないか。私は一番大好きなシナノソラハさんが、お、基本使う。あ、そう、このアバターのイメージある。確かに私昨日お話ししました、ソラハさんと。めっちゃ優しかった。なんか静かだから、なんかいつもどんな感じなのって言われて、なんかいつもは私面白いですって言っちゃって、面白い、いつもは私面白いですって言っちゃって、でそれ自分で言うんかいって言われました。そう、ちょっと嬉しかった。近くにおにぎりングのガチャ見つけたのにしなかった。ああ、しなかったんですか。ちゃんとしてくださいってのもおかしいか。でもなんか近くの会場の近くにガチャガチャの、なんかガチャガチャがいっぱいあったよみたいな報告をしてくださった方もいました。行けなかったけど。差し入れ美味しかった。差し入れめっちゃ美味しかったです。差し入れ美味しかった。話しやすい衣装だって、よかった。話しやすい、嬉しい。でも皆さんちょっと声が聞こえにくくて返せなかったとこもあったけど、目は見てました。皆さんの目はそらさないように見てました。そらしてしまったかも。なんか緊張したらそらしてしまうから。でもめっちゃはぁはぁって、来てくださった方、目合った感覚しました。私の勘違いだったら、文章で分かるよ。そう、なんか絵文字の使い方とかかな、あの文末とかで分かる。アバターの絵が描いた T シャツ着ていこうかしら。確かに、あの方だってなるかもしれない。アバターで。やばい。そう、話しやすかったです。ソラハさん、シナノソラハさん、ソラハさんって勝手に呼んでる。で、写真も撮っていただいて嬉しかった。
自分で面白いって言うんかいっていう。ちょっとギフト読んでなかった。 MJ さん小判ありがとうございます。石剣マシーンさん花束ありがとうございます。ムリエルさん馬尊い尊いありがとうございます。カプレさんだるまありがとうございます。ぴょんぴょんアイスありがとう。ハイズさんだるまありがとうございます。かんちゃんさんだるまありがとうございます。かまちゃんさんくまさんありがとうございます。シティウシオの刀剣太郎くんさん食べてありがとうございます。やすちゃんさんだるまありがとうございます。ささにしきさんハートありがとうございます。ドラゴンさんハートありがとうございます。あれ待ってよ、ハードルそうハードル上げちゃって自分で面白いって言っちゃった。まあでも自分で言っちゃう。くるくる大好き。あ、よかった。じゃこれからも自分で私は面白いですって言おうかな。お話し会してみて自分はどちらと言えばどっちと思った。一聞き上手、に話し上手。今回のお話し会は聞き上手の方かなと思いました。ショールームだったら話す、まあそれそうか、だって聞くことなんかないもんね。そりゃそうか。でもそう、お話し会の時は聞き上手の方かなって思いました自分は。そう、聞いてる時の反応がいいかなって。わかんないけど勝手にちょっとな、自分をめっちゃ褒めちゃう最近。まあむしろ目と眉毛しか見えない。そう、マスクしてるから目と眉毛しか見えない。しかも眉毛私濃いからもうちょっと薄くしたかった。サヤさんとゆかぺの話めっちゃしてる。そんな嬉しい。そう、高尾さやかさんともお話ししました。可愛かったです。可愛かった。ちゃんと DD じゃないですって伝えましたよ。私は DD じゃないですって言ってきました。やばい、黄色い格好してたらくるくるにバレる。黄色い格好してたらはっってはっってできる。黄色のイメージある。確かに何か印象的な出来事、印象的な出来事、裏かな、裏の方で、表の方、お話し会の時かな。どっちだろう。昨日友達はくるくる飯ゲットできなかったみたいでピン。あ、そうなんですか。私はちょっと当たるように祈ってたんですけど、ちょっと届かなかった。ああ、どう、なんでだろう。なんでだろう。私も持ってるから自分分あげたいんですけど皆さんに。だって自分の持っててもちょっと恥ずかしいから。自信持って目立って生きるように頑張りたい。眉毛の濃さちょうどいい。そう、いやでもめっちゃ濃いからもうちょっと薄くした方がいい。もうちょっと薄く。くるくるのファンが分かるように名称を作らん、なんか名称、なんか最初の方はあんま作らない方がいいのかなと思って作ってなかったけど、どうしよう、やっぱり作った方がこう仲間って感じがあるのかな、どうしよう。
ワイも聞き上手だと思う。でもたまに釣ってくるギャップが可愛かった。そうたま、そう最後半の方はちょっと余裕を持って釣れるようになって、最初はもうやばかった本当に。釣るとかもうってなってだからその他の私以外の子目当てで来たんだろうなっていう方と気まずくなったら、あの私の目を見てくださいって言いましたそうだから気まずいからみんなちょっとあってなってるから、私の目を見てくださいって言って見つめ合うっていう時間やりました。さやさんはなんて、そう高尾さん、あそう私は DD じゃないです、好きですって言ったら、いつから好きでいてくれてるのって聞かれたから、その好きになった慣れ初めではないか、好きになったきっかけというかそれを言いましたなんか本当になんか面白かった。あの衣装制服タンポポ衣装タンポポ制服を着てたじゃないですか、着てたっていうか着てたんですよ。でそのスタッフさんにそのご飯を食べる時とかはそのつかないように気をつけてくださいみたいな、ま、もうめっちゃ気をつけるかティッシュとかここにつけてやったらいいよって言われたから、ここにティッシュつけてたんですよ私ここにティッシュつけてて、でそれを忘れて中尾さやかさんと写真を撮って写真見返したら、待って私なんかティッシュついてるんだけどと思ってやばいちょっと待って無理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 と思ってだからすいませんさっきちょっとティッシュつけてて、もう一回撮ってもらってもいいですかって言ってしたら、えやっぱりと思って、やっぱりなんかついてるなって思ったんよって言って、なんかくるくるちゃんだけ写真が、あくるくるちゃんだけ衣装違うのかと思ったって言われてバレてた恥ずかしいと思ってちょっと2回目撮っていただきましたくるくるの話し会ノープランで臨んでも大丈夫ですか？ノープランで来ても対応できるように頑張りますよ頑張ります、これから次はもうちょっと頑張りたい。くるくるみん、くるくるとうみん、くる、これくるしまみんかな、くるとうみん、くるとうみんか、結構いいですね、なんか仲間って感じ家族、ちゅうちゅう、同じ村に同じ島に住んでる人たちって感じまた関東会場の話を、ぜひお話ししましょう。くるくるしたい、くるくるしたい目線そらすのもったいない、そう目線そらしたらちょっと時間もうなんか気まずいなるから、とりあえず目を合わせようというあ、斜めを見つめると恋に落ちるんですね。じゃあ今度からちょっとなんか、あ、私のことあんまり好きじゃないのかなこの人っていう方がいらっしゃったら7秒間見つめよう そう高尾さやかさんと撮った時ティッシュつけっぱだったんです、本当にうわやってしまったと思って、その写真見せてどうしよう、そまだモバイルメールにこう送るのも先輩にちょっと許可を取らないといけないから、許可を取ったら送ろうかな、ティッシュ付きの私のティッシュ付き、でもそれも私顔が固まってた緊張しすぎて何回も話せたからちょっと嬉しかった。
そうくるくるだけ衣装違うんかなって思ったってそう思い出して幸せ思い出して幸せ。島民はなかなかないネーミング。そう確かにね、だって私の名前だからこそできる。そうこれ待って、お母さんが作ってくれました。これはこのペンライトなんですけど、あのマスキングテープなんですよ。これがすごくないすごくない。え好きな人にも7秒してくれないの。しますよ。いや私は結構あの普通に喋ってる時も目を合わせてるつもりなんで、そう無言で目合わすのもいいですねいいですね。だからなんか来てください、あの無言で目合わせようっていう、そのあえて無言でっていうので誰か来てくださいあえて見つめ合うだけっていう、ちょっともったいないかモバメは全身、そうモバメは全身写真送ったんですけども、緊張しても全身写真ってどういうポーズみたいな。先輩たちはガンガンモバメにツーショット載せるよ。えそうなんですか。私の写真ありますかその先輩のモバメに私の写真来てますか。なんか嬉しい、もし言ってたら嬉しい。連絡先交換、そうまだあの研究生の時は先輩と交換できないので、そうこんばんは黒島さん、調子はどうだい。調子は超グッドです、大丈夫です。サヤさんのどの辺が好き。もうまずは第一はもう可愛いっていうのまず第一なんですけど、その行動も可愛いみたいなちょっとオタクが出てちょっとあれだからあれなんですけど、行動も可愛い、歩き方も可愛いし、なんかこう何全部可愛いです、全部好きですしかもめっちゃ優しいし、くるくるにも会えなかったけど他の場所でくるくるファンに会いました。あそうなんですか、くるくるファンに、くるくるファン同士でお話仲良くなってもらってマステレペンライト、そうマステレペンライト作ってくれてましたたくさん載ってたよ。たくさん載ってたん、嬉しい。オンライン話し会は2人きりだしね。そうオンライン話し会は2人きりなので2人きりでお話しましょうね。シャトルランで忙しいのでちょうどいい休憩タイムに使わせていただきますそうシャトルランして疲れたら見つめ合いタイム、見つめ合いタイムお願いしますって言ってくださったら無言の、あ、川本アナさんとソラハさんが乗せてモバメに乗せてくださってたんですね。嬉しい。嬉しい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 。川本アナさんも話しましたよ。めっちゃ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 優しかった。なんか好きな、そのこの前のショールームで好きな芸人さんジャルジャルさんって言ったんですよ。ジャルジャルさんって言って、でその配信を見たよって言ってくださって、その私もジャルジャル好きなのみたいな言って言いに来てくださったんですよ、わざわざ私のところに。もうはっ本
そうなんですか、一緒で嬉しいですって言っちゃったキモいか、一緒で嬉しいですって言って嬉しかった。あとやっぱり研究生だからなんかあんまりその差し入れとかを先に取りすぎたらダメって思って取ってなかったんですよ。そしたらあのなんだっけあの出てこない、なんとかじいさんのケーキを食べてなかったら食べて食べてって言ってくださって、えありがとうって、ちょうどそのそれを話してたすぐ私のもう時間割が来ちゃって、だからあ行ってきますって言ったら行ってらっしゃいみたいで、なんかえ後で絶対食べてねみたいな言ってくださって、はあ食べます、食べました食べました。そうかわいい、本当皆さんかわいい。パセリさんはあの他の先輩と写真を撮ってた時に私も撮っていいですかみたいな、その先輩が来てくださって、先輩から来てくださって、え嬉しい、私もその撮りたいなと思ってたんですけど、ちょっと話しかけるタイミングが分かんなくて話しかけれてなかったら来てくださって、もう嬉しかった。あとツインテールめっちゃ可愛かったです、めっちゃ可愛かった。尾崎セリカさんって人見知りなんですね、私知らなかった。放課後ホームルーム当たりますように、放課後ホームルーム応募してくださった皆さんが当たりますように、みんなが当たるとか難しいけど皆さんが当たりますように。見つめ愛愛、おうまい、見つめ愛アイタイム、えうまい二人きりガチャでたこ焼きの指輪買ってこないと、たこ焼きの指輪も皆さんやって持ってきてくださいねオンライン話し会で、そしたら私もないけど待って、ブログにも載ってたんですか、蒲田アナさん、ブログにも、本当ですか、ええ、後でお母さんの携帯で見ます、楽しみジャルジャルでつながる愛の輪ジャルジャルで3で愛の輪がつながりましたそうリクロ D さんよく忘れちゃう、リクロおじさんかじいさんじいさんって言っちゃった、リクロおじいさんって言っちゃう、リクロおじさん、でどこだもはや声に落ちてるアイドルの損、アイドルの、ああ待って、星だ、でもそう昨日食べ過ぎて本当にお腹やばかった、もう衣装がパツパツなってもうショックもうちょっと我慢すればよかったなと思って食べるものってなりました。そう皆さんすごい優しいんです、ボソッと可愛かったって出ちゃう、もうなんか可愛かったって言っちゃう、気づいたら放課後ホームルーム申し込みました、ありがとうございます、中村舞さんのアバターだ、
いや楽しみだな。そう、石田千穂さんとあのお話しすることができなかったんですよ今回。タイミングが合わなかったのと、ちょっと話しかけでいいのかなっていうので行けなくて、次は絶対行きたい。行きたいとか、でも行っちゃダメなのか。次はお話しした、しためしたい。ちょっとした、ちょっとしたい。くるくるこんばんは、こんばんは。来てくださってありがとうございます。待って、ブログに載ってるのちょっと嬉しい。やばいやばいやばい。おにぎりの指輪ある、おにぎりの指輪ありますか。ぜひあのオンラインお話し会の時に皆さんつけてください。おそろおそろって。くるくる大阪話会ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんが来てくださって嬉しかった。でもそのいい感じの対応ができたか分かんないけど、でも話せて楽しかったから、楽しかったからオールオッケー、オールオッケー。してくるくる楽しになりそう。ぜひぜひ楽しい、お願いします。お願いします、お願いします。そう、話し会の時めっちゃこのポーズしちゃった。こうやってめっちゃやっちゃった。気づいたらこうやってやってる。もっといろんなポーズやればよかった。あとこうやってやった。そう、あと衣装の採寸の時に、衣装の採寸の時の方が細かったのか分かんないけど、あとちょっと引っ込めてたからかな、なんか細くて、その元衣装がその時のやつでもう着るのにも精一杯みたいな、ちょっとバツバツなんですよここが。だから痩せなければ、痩せよう、痩せます。ゆうかちゃんっていうのに最近 ST 入ってるのかな。星集めに来たけど、よかったらお話して、ぜひお話しましょう。星集めで泊まってくださるの嬉しいです。そう、星集めに来てるそこのあなた、私の配信から抜けないでください。でイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。研究生です、研究生。そう、石田千穂さんはあのピオニーから、ピオニーの先輩でもある。嬉しい嬉しい。話したい話したいけどダメだ、話しかけちゃいけないと思っちゃう。話しかけれるように頑張ります。千穂さん、イミリンさん、マイケルさんとツーショットできれば一人前に。あ、昨日はあの滝野由美子さんと中村舞さんとはツーショット撮れました。だからあとあの撮れてない方とも撮りたいって、私から言っちゃいけない、でも撮れる機会があれば撮りたいです。くるくるお話からの再販買うの忘れ、再販買うの忘れてた。あ、忘れてたんですか。お話ししたかったですよ。直接お話し会楽しかった、楽しかったです。楽しかった楽しかった、めっちゃ楽しかった。くるくる私も楽しいですよ。フォロワー2000人おめでとう。ありがとう、あ、行きました、ありがとうございます。本当ですか。
ありがとうございます、嬉しい。ぜひ今見てくださってる方あのまだフォローしてないよっていう方はこのルームフォローしてみてください。研究生みなりこちさんに捕まって、そうさい、そうそうなんですよ、楽しかったあの時も、キャーみたいな、あーいやーってめっちゃ呼んでくださって嬉しかった。お話し会楽しかったです、うん、嬉しい。皆さん優しいですね。結構私全然いい対応できたかわかんないんですけど採寸が衣装、そう衣装の採寸がこれ言っていいか、言っていいよね、これ言っていいのかな、あのオーディションの時だったんですよ。オーディションの結果が出る前で、結果が出る前に8人全員で採寸をしたんですよ。だから結構前で太ったんだな、太ったんだな。なになに、タムキッチさん以来の倒しになってて、倒しになってください。お腹に自信があったんで、そういやなんかお腹がやばいっていうより、このなんか肋骨のあたりが、肋骨じゃないか、この何、肋骨だ、この肋骨のあたりがきついんです。お腹というより肋骨なんですよ。え、肋骨骨がでかくなったみたいな。フォロワーあと3人で2000人、お、じゃあぜひ皆さんフォローしてくださいよ。お話し会ちゃんと決済して、お、決済ありがとうございます、決済ありがとうございますとか、ちょっとあれだから、買ってくださってありがとうございます。ぜひお話したい、楽しみ。モバメの全身写真、ウエスト細かった、お、よかった、きつかったけど、まあ、まあ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 そうなった、それだったらよかったです、嬉しい。あ、そっか、そうだ、自己紹介します。 STU 研究生の黒島優香です。広島県出身です。高校2年生、16歳です。よろしくお願いします。あ、くるくるとかゆかっぴって呼んでください。よろしくお願いします。衣装に自分の名前が書いてあるんですよ。そう、くるくるもピオニーなんですよ、ピオニーだったんですよ。福田あかりさんも写真撮ったんですけど、私の携帯で撮れなくて、先輩の携帯で撮らせていただきました。あと集合写真だけだったけど撮らせていただいて、めっちゃ優しいし話しかけてくださって嬉しかった、可愛かった。お話し会で千穂さんに伝えとこ、いいんですか、いや、いいんですか。しか言ってない、本当にいいんですか。お話し会は緊張しました、めっちゃ緊張しましたよ。アンピーさんがちょうど差し入れの時の話してくれてたよ、え、
今配信をしていらっしゃって今話をしてたんですか。拝見したかった、拝見したい。フォローはハートをピンクから、違いますよ、白からピンクですよ。もうピンクの方はそのままでお願いしますよ。そろそろ星玉たち出るね、また集めに来るね、ぜひまた来てください。星集めに来てるあなた、また来てくださいね。くるくるのアバターが当たらない、当たれ当たれ。しみさらと、あ、しみさらさん、さん同級生ですよ、同級生、同い年、同い年は2人だけなんですよ。こんばんは、初見ありがとうございます。あ、オーディションの時は緊張でキュッてなってた時に測ったからかな、採寸。いや、どこ背中かな、背中に肉がついたのかな。生でくるくる話したのがまず嬉しかった、こちらこそ嬉しかった、初めてだったし嬉しかった、楽しかった。本日一番の癒し、ありがとうございます。癒しになれるように頑張っておりますよ。おり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 。福ちゃんさんに写真撮られたということは、この先かわいがってもらいたい。皆さんにかわいがってもらいたいですね。移動中は寝てた。移動中マジで寝てました。しかもちょっとなんか多分白目向いてて、で隣がリオちゃんだったんですよ。リオちゃんに写真撮られてました、私の白目。撮られて、おい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 って。大阪ではあのたこ焼きと豚まんとリクロおじさん食べました。おじリクロおじさん、おじさん、くるくるこんばんは、お話し会当たって、お話し会ありがとうございます、楽しみ、楽しみですね。よだれは大丈夫だった、よだれはね大丈夫だった。放課後ホームルームは今日まで受付、そう今日の23時59分までが受付なので、ぜひ応募してみてください。中村舞さんと一緒にやらせていただきます。寝顔の写真はダメですよ、 NG ですよ。でもね、楽屋っていうか、あの楽屋っていうのかな、待つところでリオ、あずみんが寝てたから、それを私で撮りました。あずみんの寝てる瞬間、リオちゃんはね撮ってないかも、リオちゃんが寝てる瞬間は撮ってない。でもね、あずみんがねこうやって寝てる時にこうやってなってたから、こうやってめっちゃ傾いてたから、あずみんの顔の下というか、ここの下に私のこうやって肩を入れてあげた。あのこうやってついてないですよ、こうやってやってないけど、こうやってやって持たれていいよってやりました。大阪でお土産買いました。なんかクッキーなんかなんでやねんとか書いてある
可愛いクッキーがあったのでそれ買ったのと、モケキ買いましたよ。モケキ、5月22日もない、あらゆる待って、お土産モケキ、モケキ買った、ええねんって書いてある。可愛くない？寝顔撮影の仁義なき戦い、仁義なき、そう、あ、寝てる寝てる、撮らなきゃっていう謎の使命感。私の寝顔は公開しません。そう、私イケメンなんですよ。そう、結構大きい。これモキケはこれです。このキャラクターがモキケって言います。なんかご当地のがあって、これはおばちゃんピンク、おばちゃんピンク、おばちゃんピンクを買いました。なんかメイドみたいで可愛かった。モキキは全部で2個しか持ってない、まだ。これともう一つ大阪のやつ持ってる、もう一つも、もう一つはたこ焼きって書いてあるやつ。そう、ご当地だから関東会場行った時も買いたいな。集めようかなと思って。PR 舞台の結果発表5月22日で、その時に研究生のコーナーもあるって。お、公開されたんですね。今日だと思ってなかった。そうなんですね。そう、5月22日にあるんですよ。もう私は楽しみ。まあ、詳しくはまだ分かんないけど、私も。そう、コーナーの内容は私もまだ知らないんですよ。くる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 、ありがとうございます。片付けます。くるくる、七並べには6月には出てくるかな。そう、七並べいつになるのかな、私もわかんないから。でも早くやりたいなって、早くやりたいし、絶対負けない、絶対負けない。ちょっと待って。え、結構聞こえてるよね。結構聞こえてるよね。いかないけどですね。確かにね、あのストレスがある。今すごい忙しいです。これで。そう、モケキ全国にあるんで、皆さんもご当地のゲットしてみてください。住んでる場所のキャラみたいな。で、その県ご当地にも、ご当地のやつもいろんな種類があるの。え、コイン貯めて待っててください。私も七並べ早くしたい、早くしたいな。強いですよ、私七並べ。まあまあまあね、まあね。強いよ。
分かったっけ、もうあこれ帯状疱疹で、まあ後で急に。でもね、でも4位、最近ね4位になる。